空いたよね。うん。うん。いろいろ買ってきたんだ。イエーイ。思ったけどさっき私夜ご飯食べたよ。そうだね。まあ今私が潰してるのもあるけど、でもなんかこんなガチガチかと思わなかった。こういうもんなの？なんかもっとさ、片栗粉とかさ、小麦粉とかみたいにさ、これでなってるの多いかも。これでお餅できるの？本当に乾燥してるとかじゃなくて、餅じゃないでしょ。知らん。それあれだよ、お米からできてるはず。うん、ここにこれ餅米 100% だって。うーん、もち米ってわかんないんだけどさ、何？もち米？普通の米との違いは？もちもちしてるやつ。お赤飯。あれもち米。なんで？お腹にたまるじゃん。じゃあなんでもちもちしてるのかなと思って。品種じゃないですか？そういう品種なんだ、もち米っていう。あ、そうなんだ。そうだよ、そうだよ。秋田小町、コシヒカリ、もち米。いや、白米、もち米、玄米みたいな。あ、そっちか。感じだね。なるほど。うるち米は？あれなんだっけ。なんかすごい今出てきた。なんで急に詰まってんの。うるち米つぼなの。うるち米つぼ。うるち米ってあるうるち米つぼ。ここの塩とかある？やばそうだよね。いい感じじゃない。かわいい。あ、やばいやばい。コップンかわいいね。生きてるみたいな。かわいいね。シュガーあるよ。シュガー味は。君はシュガー。最高。私もそれ今歌った。君はシュガー何？君はシュガー。Oh my god。ここ味見します。やっぱ牛乳が欲しいよね。ね。シュガーそこあるよ。買っとこうか。あざ。いいだよね。うん。全然。買ってきてじゃん。うん。ちょっとこれで。普通になんか自分で食べるとか。うん。ね、買い出し行くか、うん、じゃあ、うん、じゃあ、あんこ買えばいいんだよ。あ、そうだよ、うん、そうしよう。いいよ、行ってくる。どうした？何が必要？あんこ。パン粉？あんこ。あんこ。わざと。違う。絶対わざとじゃないから。パン粉あるよ。違うじゃん。パン粉なんて言えないよ。あんこって言ってたよ。言ってない。パン焼こうか。焼こうか。スーパーあるの？あるよね、絶対あるよ。妥協しないじゃん。人の特徴がよく出てるなって
の花見を入れてきた。うん。じゃ食べる？次？誰これ？じゃあいただきます。いただきます。うん。美味しい。ね、その。あ？うまい。うん、うまい。美味しい。さすがっち。なんで？作ったのリブ。これ絶妙だね。で、柔らかさ、硬さ、めっちゃちょうどいい。うん。美味しい。わー。ごちそうさまでした。ありがとう、ロビン。なんかいる？今日どうだった？今日楽しかったよ。ね、こういうのもいいよね。楽しいよね。うん。もっと今度はみんなでちゃんとした料理作ったり、うん、いろいろトランプだったりしたいね。あとなんか一緒に食べる人にもよってさ、結構変わる気がする。なんかどんどんやっぱね、なんだろう、好きな人っていうかさ、なんだろう、大切な人と食べるご飯っていうのなんかすっごい楽しいし。そういう人じゃなくて普通に友達とかさ家族とかもさ、うん、人と食べるっていうことがなんかすごい、なんだろうね、調味料じゃないけどさ、別になんかよりそう美味しくなるんだなっていうのをここに来て実感した。それ嬉しいね、なんか、うん。